はい、皆さんこんにちは。今日はなんとね、パパがセブンイレブンでめちゃめちゃ早起きをして、こちらのねパラダイムトリガー買ってきました。ワンボックス朝5時57分にね買ってます。早起きは三文の徳って言うから、もしかするとねこのボックスの中にいいカードが入ってるんじゃないかと思って開封していきたいと思います。そういえばね、ルギアのスペシャルアートがめちゃめちゃすごい値段になってて、もう価格がねバグってますよね。とんでもない金額になってましたね、ルギアのスペシャルアート。じゃあね、早起きは三文の徳なのか開けていきましょう。ただ三文じゃルギアのスペシャルアート買えないからね。いやー楽しみ。それではね、右側から順番に開けていきます。今回ね初めてなんで一パックずつ開けていきます。じゃあハルクちょっと待ってな、これだけは。じゃあ記念の一パック目、ヤンチャム、トゲデマル、ミニリュウ、レジエレキ V、 そしてレントラーですね。じゃあ2パック目開けてみましょう。ルギアのねトリプルレアとかダブルレアも見てみたいね。ポニータ、モルペコ、ユニラン、ブリガロン V、 そしてオニゴーリ。3パック目、ヤングース、オンバット、チョロネコ、ウルガーモス、ケルディオ。それでは4パック目、どの辺に入ってるんだろうね。ココドラ、リグレ、ルクシオ、レジドラゴ V、 そしてオンバーンですね。じゃあ5パック目、ワシボン、アッサナン、ニャース、ユキメノコ、ゴロンダ。では6パック目、ユキワラシ、ダブラン、謎の草、ケラキオン、ジンダイですね。あ、ジンダイだ、ジンダイ。これは出てきてほしくないやつだね、ほんと SR は。じゃあ7パック目、ジンダイだけはやめてほしい SR ド。え？ん？ジンダイだけはやめてほしいよね、ハルくん。じゃあ7パック、ジンダイパパじゃないよ。パパはジンダイじゃありません。じゃあね、見ていきます。ジガールデ、マッギョ、臭い花、ランクルス、そしてコドラ。8パック目、イワンコ、ヤレユータン、コリンク、作業員、そしてコドラ。作業員は出てほしいね。9パック目、ここだけいい、モンジャラ、アノプス、ニャー、ヒート、スズナ、そして白竜。何？これ取るの？いいよ。これ欲しいの？いいよ。はい、どうぞ。あ、こっちも？いいよ。何に使うの、これ。はい、いいよ。はい、どうぞ。ちょっと待ってな。10パック目。あ、Vスターだ。エリキデル、ヤジロン、謎の化石。お、レジドラゴン V スター、そしてネンドールだね。11パック目、右側にはないのかな。イトマル、エレザート、アーケン、オンバーン、未開の祭壇。12パック目、クズモ、ココドラ、雪わらし、ギャロップ、ケンタロス。13パック目、メラルバ、コバルゴン、ジーランス、ライチュウ、ケルディオ。14パック目、あ、また V スターか。あ、違う、これハイパーレアじゃない。SR が良かったんだけどな。ビリジオン、
アーサナン、ニャビー、レジドラゴン、ブリスターのハイパーレア。うわー、せめてルギアにしてほしかったな。そしてガオガエンだね。いや、まだね、2枚箱っていう可能性もあるからね。じゃあ右側ラスト15パック目。ワシゴン、デデンネ、ピカチュウ、お、大地の封印石、そしてニャイキングだね。右側の14パック目からね、ハイパーレア出てきました。じゃあ左側行ってみましょう。16パック目。まだ SR の可能性はある。ヤジロン、ワシボン、謎の草、ガオガエン、リゲインエネルギー。17パック目。コリンク、オンバット、アノプス、白竜、ジンダイ。18パック目。SR じゃない？ほら、え？ 2 枚箱？もしかしてねえ、2枚箱だ。やばい、嬉しい。サポート、それもサポート、スズナあるんじゃない？もしかしてやばくない？スズナだったら。スズナってどんな感じだったっけ？頭から見てみよう。スズナってどんなんだったっけ？あ、スズナだ！やば、もう出た。やば、パパめちゃめちゃすごっ。早起きは三問の得ってこれ？もしかして絶対スズナでしょう。じゃあね、見ていきましょう。トゲデマル、ピカチュウ、シェイミ、ドーン、ほら出た。すごっパパ、鬼引きだね毎回。そしてゼラオラ、傷チェックで、うわめっちゃ傷ある。初期傷、ほらここ見て、なんかわけわからん初期傷あるんだ。残念、なんかひどいな最近のポケモンカード、初期傷だらけだからね最近。やばいねちょっとせっかくのスズナ傷ありでした。ちょっと悲しいこれは。じゃあ残りもね見ていきましょう。何パック目だったっけ、よくわからんな。次はねルギア、何でもいいから V がいいかな。クズモ、マッキョ、ポニータ、ワタル、雪目の子ですね。ダブラン、ジーランス、ココドラ、カイリュ、ニャイキングです。ルギア出てこないね。なんかチョロネコ、雪わらし、ニャー、作業員、ルガルガン、ルクシオ、シンボラ、ミニリュウ、クワットストーン、オーベム、コバルオン、ユニラン、イトマル、お、ウィンディ V、そしてウォーグル。出ないね。メラルバ、コリンク、リーグレー、森の封印石、そしてドラミドロ。ヤングース、エレザード、アサナン、ケンタロス、レパールダス。謎の草、エリキテル、ビクンティニ、アーケオス、モジャンボ、イワンコ、アーケン、ビリジオン、ゼラオラ、アーマルド、ニャビー、ヤレユータン、ヤジロン、これじゃない？ダーン、アンノーン V スターだ。そしてキレイ花、モンジャラ、デデンネ、アノプス、デカグース、石変人。ラスト30パック目です。ルギア入ってないパターンあるんだ。1枚も V も V スターも。謎の化石、クズモ、ピカチュウ、ライチュウ、オーベム。マジか、何もルギア出てこなかったね。1枚も V も V スターも。ということでね、皆さんやっぱりね、早起きは三問の得っていうことがね、分かりましたね。皆さんもね、ぜひね、パラダイムトリガー開封して楽しんでみてください。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。